忍法。本当にこのままでいいのですか？止めるなら。今さら止めるぐらいなら、とうの昔に止めていますよ。私は彼女を信じます。あなたも心配性ですね。わかりました。念のために手を打っておくとしましょう。
あら、かわいい坊やね。がラハールさん、何してるんですか？俺様は、なぜかムチムチした体の女が大の苦手なのだ。ちなみにお前たちのようなぺったんこの女は、全く大丈夫。めちゃ前で悪かったわ。お前は。お久しぶりですな、殿下。私を覚えているでか。ああ、覚えているかも。親父の大好物だった暗黒まんじゅうを盗み食いして追放されたマデラスだ。恋悪魔ですね。その暗黒まんじゅうを盗み食いして追放されたマデラスが、どういう風の吹き回しで俺様の前に現れたのか。もちろん、この魔界の王となる。ふん、笑えない冗談だ。盗み食いで追放されたようなしょうもないやつ。強がりはおよしなさいでなあ、エトナ。エトナ、お前。ハハハハハハ。今頃お気づきとは、殿下も存外間抜けですな。さよ、エトナは私の奴隷なのですよ。私に記憶を奪われ、私に従う忠実な飼い犬なのです。エトナさん。さあ、殿下、この地を墓場となさるがよろしい。エトナ、お前ももはや用済みだ。今までご苦労だったな。殿下と共に死ぬがよいわ。それじゃ、約束が。私の記憶はどうなるの？これから死にゆく者が記憶の心配などしてどうしようというのだ。なるほどな。道理で俺様の弱点が筒抜けだったわけだ。どうせあの超恥ずかしい写真もお前が撮ったのであろう。ラハールさん、エトナさんは記憶を取り戻すために。うるさい。裏切り者の言い訳など聞く耳持たん。そんなことより、このムチムチした女どもを早く何とかしろ。